県内の女子中学生に対する不同意性交や児童改修などの罪に問われた大村市の32歳の職員の男の初公判が長崎地裁で開かれ検察は懲役6年を求刑しました起訴状などによりますと大村市産業振興部観光振興課の職員多賀幸聖被告は去年9月5日から10月18日までの間 県内の女子中学生2人に6000円から1万円を渡し、県内のホテルで合わせて3回、わいせつな行為に及びました。初公判で田上被告は、間違いないですと起訴内容を認めました。また、被告人質問では、中高生は小学生より性の知識もあり、同意を得ていればいいと思ったと述べました。論告で検察は、 被害者の未熟な判断につけ込んだもので、性癖に起因する常習的な犯行として懲役6年を求刑しました。弁護側は、被害者は金銭を田上被告に要求し性行為に及んでいて、一定の落ち度があるとして執行猶予付きの判決を求め、裁判は決心しました。判決は来月22日に言い渡されます。